クラスに誰も喋る人いなくて、はい、トイレに入って、はい、お弁当を食べました。浪人して代々木ゼミナール新潟校。焦って T。そうですね。東北大学一応受かったんですけど、最初はもう分かんないですよね。東大との距離感。おはよう、始まりました。モテツチャンネルです。今回はですね、東大受験芸人、はい、タワシさんにおいでいただきました。タワシです。お願いします。ね、タワシさんといえばですね、はい、東大受験をですね、ドラゴンホリエという番組でやったんですよね。一昨年ですかね。そうですね、はい、大島さんや匠さん、ね、徳美先生と堀江さんと決定で2回チャレンジして、そしてドラゴンホリエ落ちて、今年も諦めきれずに受けました、はい、その結果は、まあ、この動画が上がってる頃には出てるはずなんですけども、はい、そうですね、3月10日配信するんで見てください。終わった後ですね。そうか、難しいです、気持ちの作り方、まあ、だから両方取らないといけないかもしれないです。おめでとうございますっていうのと、おめでとうございますっていうのと、むずそれぞれのことに対して2パターンで取る。いや、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。いや、もう本当に本当によかった、よかったです。じゃもう1パターン、ね、はい、いや残念でしたね。何やってんだよって。そう、ドラゴンホリエもともとどういうきっかけで出たんですか、はい、この番組って。あれはそういう番組があるよっていうのを事前に事務所のマネージャーから LINE でお知らせされてたんです。で、最初僕、まあ、東大とかそんな全然考えてもないですし、まあ、勉強もそんなしてなかったんで、はい、いや無理だろこんなのって思って、いろんな芸人に行ったんですか、はい、それとも選ばれた芸人だけ、うん、なんか事務所でそういうオーディションがあるよっていう情報が、はい、まずオーディションがあります、そういう番組のっていう連絡が来たんですよ、はい、で僕は朝日局、金ちゃん、関根勤、小坂井和樹、はい、でマネージャーから LINE が来てオーディション出ませんかっていうのが来て、最初僕は断って、ちょっと無理だろこんなのと思ってたんで、はい、でもなんかマネージャーがもう誰も行く人はいなかったんで、朝日企画からは、はい、なんでドブロック行かなかったんですか。ドブロックさん多分忙しいからな。結構売れてる人も時間ないんで、坂本ちゃんさんもいましたけど、坂本ちゃんさん、まあ、僕よく見た目が坂本ちゃんさんって言われる。なるほどなるほど。2代目として、もちろんですよ、状況的にも。ズンは行かなかったんですね。ズンさんも忙しい。時間ないですね、東大は。で、はい、オーディション行ったんです。そしたら、まあ、そのオーディションでもう全くさらの状態でセンター試験を受けさせられまして、丸一日結局いろんな事務所の、そうですね、いろんな事務所のところで、はい、まあ、そこにオバンド君とかつさんがいて、完全に成績で上位3人ということで選ばれました、はい、おいちょろいじゃねえかみたいな感じですか。最初はもう分かんないですよね、東大との距離感が。高校まではどうやって、はいはい、あでも大学受験はすごいやってたんですね、はいはい、で、まあ、早稲田大学人間科学部、所沢の、はい、で所沢行ったんですけど、はい、辞めました、3ヶ月で。高校は新潟の県立高校です、はい、新潟の中で進学校と言ってる学校です、はいはい、浪人しましたね。あ、最初受験して落ちて、最初はどこを受けました。最初東北大学。ああ、下がる落ちたんです。ミスター、そうですそうです。ミスター東北でかくなった。東北大じゃなくて。あ、みんなそっか。ミスター東北大ですね。はい、仙台なんかいいなとこだと思って東北大学受けたんですけど、まあ落ちて、はい、全然多分惜しくもなかったと思います。はい、で浪人して代々木ゼミナール新潟校。おー、ほいほいほい、出ました1年。あ、何コースにしたんですか。なんか一橋大学目指してましたね。一橋大学コース、東大まで行くとちょっと高すぎる、東北大学より受けたとこよりちょっと上げようと思って、一橋大学かなっていう、そういう安易な感じで。映像で受けてました、生で。完全に映像授業、西京里先生も受けてました。ああ、はいはいはい、西先生は結構ポレポレも当時から買ってて、はい、これすごくやりました、その当時高2生の時に。これと文法の問題集みたいなのを西先生の、はい、英語は西先生を結構メインでやらせてもらってました、ね、あ、この人っす、小倉さんだ。小倉先生は英作文の授業やって、はい、大学のゼミが同じ。あ、そうなんですか。年はだいぶ離れますけど、はい、慶応大学ですとか、吉野先生とかいないですもんね。あ、ここ吉野先生いました。古文、吉野先生。古文に吉野先生でした。センター古文かなんか受けてましたね。最近吉野先生出られて。そうです。でも今日もあと30分したら出ます。プレミア校。ああ、そうなんです。吉野先生が当時やっぱり見た目にもすごいインパクトがあったんで。そうですね。あと、荻野先生ですね。セッティーって言うんですね、はい、荻野先生の言葉すり込まれるというか、この点とこの電話出ねえよ。もう、まあ、僕卒業してからもう荻野先生の動画とか見たりして、トランスバージョンみたいな、はいはいはい、あれをこうなんか BGM で聞いたりしてましたね。セッティー科学のね、亀田さんのハーローゲンとか、あのすごい衣装の人ですか。そう船口、あ、船口さんも言ってました。決めるセンター現代文もやってました、今回当時もやってました。早稲田に落ち着いたわけですね。そうですね、東北大学一応受かったんですけど、受けて。え、東北大受かったんですか、はい、いや、だから一橋目指して、はい、途中で無理だなってなって、はいはい、東北大学の法学部に切り替えて、はいはい、あ、でも法学部無理だな、でも東北大学行きたいなって、はいはいはい、文学部にして、はい、文学部受かって、はい、
でもなんか、はいはい、滑り止めで早稲田に人科も受けてて、そっちが受かって東京行きたいなと思って、東京憧れで、東北大を切って人間科学部に行っちゃいました。人科にしたんですか。早稲田っていうなんか、昔は僕駅伝好きで、はいはいはい、なんか早稲田大学応援してたんですよ、駅伝で、はいはいはい、そういうなんかあんま賢くない理由で行っちゃいました。え、人科何勉強したんですか。一応心理学とかそういうのメインでやるところだったんですけど、なんか1ヶ月でちょっと違うな。高校の時にすごい内気だったんで、はいはいはい、もうクラスに誰も喋る人いなくて、はいはい、休みあの時クラスに一人でいるとすごい浮いちゃうじゃないですか、はいはい、誰とも喋れずに、はいはい、だからいつも廊下徘徊して時間潰して、トイレに入ってお弁当食べてました、はい、便所飯の結構走りの方だと思う5分前に戻ってきて席に着くっていう、そういうルーティーンで、まあ、大学でもなんか同じような状況、2回目の便所飯始まって、さすがにこれはやばいと思って、で親に言って、ちょっとこのままだと結局自分も変わらないんで、先がないんで医学部行きますみたいなことを言ったんですよ。因果関係がないんです。大切な何かが抜けてるかもしれないですね、自分で言うのもあれですけど、で、まあ、地元帰ったんですね、新潟で、はい、で家で一応勉強したんですけど、途中でもうちょっと難しすぎて理系の勉強が、あ、無理だってなって、でその時にお笑いにハマりまして、人生で初めてお笑いにハマるという。誰にハマったん、はい、いや M1 グランプリがすごい好きだったんですよね、はいはい、で M1 の DVD とか借りて見ながら自分でネタを書いたりして、漫才やりたかったんですけど一人しかいないから一、はいはい、人二役でボケとツッコミやって、自分でボケて、で当時ツッコむと叩くイメージだったんで、はいはい、自分でこうって叩くっていうのをテープレコーダーに録音して、はいはい、それをあの夕食の時に親に聞いてもらうっていうすげえ地獄のような気がしたと思いますね。突然大学辞めてそんなことしだして、 R1 グランプリっていうのがあって出てみようってなって、 R1 グランプリのね司会してた人も2人だったので分かりましたね。無理にそういうこと言わなくていいんですよ。もうちょっと R1 ネタ書いて受けました。だから医学部じゃなくて R1 を受験して1回戦で落ちました。そっから上京して、そっからお笑いの養成所入って始めるんですけど、吉本でやっぱ NSC 有名なんですか。やっぱ NSC 上下関係とかいろいろあるっていうのを聞いてたんで怖いなと思って、はいはい、学校があって、その学校のお笑い科っていうのがあるんですよ、はい、声優科とかもあるんですけど、はい、その中でお笑い科っていうの入って、専門学校とか専門学校です。あ、でそこに行って相方見つけようと思って行ったんですけど、はいはい、まあ、同期が10人ぐらいしかいなかったんでもう全然見つかないというか3度目の便所飯便所飯10人の中で誰か組もうってことになって、はい、第一印象で決めようってなって縁になって、はいはい、みんなでこう指さしていくみたいなのをやったんですよ、はい、か合コンか。そうですね。だけど全然僕的にも組みたい人がいなくて、なんかノートにずっと丸を書いてる、あと48歳の一回も定職に就いたことないおじさんとか、はい、か僕 M1 グランプリで王道のお笑いを夢見て入ってきたんで、はい、やばいなこれと思って、でもこう指さしていったんですけど、なんかその僕とその48歳のおじさんだけ余っちゃって、はいはいはい、その2人で最初組むことになりましたね、はいはい、ダブルココナッツっていうコンビで10日で解散しました。浅井企画はどうやって入ってた。その後、まあ、その養成所にいた1人が後から声かけてくれて組んで、コンビで最初浅井企画に行った。卒業したらなんかいろんな事務所オーディション受けれるよみたいな、はい、そういう学校だったんで、うんうん、それで浅井企画に声かけてもらって、そっから浅井企画です。ナンパしまくるみたいななんかやってましたもんね。あ、そうですね。でもまあずっと引きこもりだったんで、そういうところをちょっと改善しなきゃと思ってナンパを始めて10年ぐらいやってましたね。ナンパお笑いちょうど始めたぐらいからナンパ始めて、まあ東大受けるぐらいまでずっとナンパしてます。浅井企画が嫌いそうな企画浅井企画やっぱりそうクリーンなイメージ。そうそうそう、はい、すごい金ちゃんはねアットファミリーでクリーン、そうですね、いうのにね、こそこそやってました。ドブロック取っちゃったよ、ショート。やっぱりそういう縛りがある方が反発精神みたいに生まれてくる感じですね。今後どうやってやってくる感じですか。合否によって全然変わっちゃいますからね。そうですね、幅広く活動していきたいです。うわな、アイドルちょっちゃい坊主のおじさんがテレビにこういうの出たいとか、まあ、出たいですけど僕の適性がテレビにあんまり合ってないなというか、アプテキューとか、はい、M1 出たいとか、 M1 出たいっていうのもあったんですけど、新しいコンビ作んなきゃいけないですからね。そうですね、やっぱ新しいコンビってなると結構大変ですね。組んでくれる人もいないでしょうし、こんな勉強してるやつと、はい、何かしら食べれるようになりたいです今どうやって食いつないでるんですか。もうほぼ YouTube。YouTube なんですか上げてる本数が少ねえすごい質素な生活しますよ。と貯蓄があったんでそれでやってます。貯蓄があったんですね。貯蓄って言っても本当にスズメの涙ぐらいの貯蓄です。一本一本の、ね、動画まですごい再生数ですからね。そうですね。でもあんまり上げてなかったんで、それまあどんな形になるか分かんないですけど、でも YouTube 今後しっかり上げていきたいと思いますね。なるほど。まあ、合格不合格でいろいろ形変わってくると思うんですけど。そうですね、はい、確かに R1 出るんですか今年は出ましたね。10年前と同じ結果でした。じゃあまだ W の方に入れましょう。それ結構タイとか行ったら一回経由しないといけないですね予備校業界の人たちもずっと若手扱い、
ああなるほど、一生似てるところはあるかもしれないですね。まあまあなんで、それと同じだ、おぎやはぎとかバナナマンとかやっと中堅になったみたいな、はいはいはい、そうですよ、50なのに。それ昔から言われてますよね、上が詰まってとか。そうです、僕がやり始めた時はちょうどブームだったんですね、多分それに乗って、はいはい、今だからパンクブーブーがね、若手としてはバンバン出てますけど、はい、いやおい、オンバトの最強チャンピオンだぞみたいな、史上最強のエースが今頃になって若手に20年経っても若手でいるっていうね、信じられないんですよ本当に。詰まってます、予備校もそんな感じしたんですか。何にも使えねえよこの話何にも使えねえよ、それを聞いてみんなね、その裏話聞いて、いや面白い話でしたって帰ってきます。いやそうそう、このコラボ大島さんとかもめちゃめちゃ、いやいい話してないで、何にも流さないですけどねただの雑談ですはい、ということで、はい、今回はですね、はい、高橋さんにおいでいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。